こんにちは、萩です。ついにですね、決戦前夜になりました。明日3000メートル対決が行われますんで、まあ最後ね、まあ、意気込みを話していきたいなというふうに思います。で、まず最初にですね、皆様に謝っておかなきゃいけないことがあります。まあタイトルにごめんなさいという表現をしたんですけども、まあ吉木ファンの皆様、ごめんなさい。私すこぶる状態がいいです。まずですね、この話をしていきたいなというふうに思います。まあ、調子がいいっていう表現ではなく、今の僕の体は状態がいいっていう表現の方が、まあ、近いかなという感じがします。これ似たような言葉なんですけども、僕の中では全然違うんです。で、まあ僕もね、まあよく調子がいい、今ね、レースに向けてすごい調子がいいですっていう表現をすることもありますし、まあ逆に状態がいいって表現もすることもあるんですけども、これ何が違うかってことなんですが、まあ僕の中で言うと、こう調子がいいっていうのは、まあ今までやってきたトレーニングがハマって、まあレースの1週間ぐらい前から、まあピーキングですね、まあ調整をして、まあそれもうまくいって、まあ調子がね、ぐんぐん上がっていく状態。で、朝起きた時にもなんか体が軽くて、ウォーミングアップした時も体がよく動いてて、まあ調子がいい。で、本来持ってる力の 100% から 120%、 レース本番になってピーキングをして 120% ぐらいまで出せそうな時に、まあ調子がいいというような表現をします。で、逆に調子が悪い時は本来持ってるパフォーマンスの、まあ 80% から、まあ 90% しか出せないような時に、まあ調子が悪いという表現をしたりするんですけども、状態がいいっていうのはどういうことかっていうと、まあ今までやってきたトレーニングがハマって、まあピーキングとかこう一週間前にしたりするんですけども、そのピーキングがうまくいった、うまくいかなかった、別として、どんな状況においても、今ある力の100をしっかり出せるっていう、これから状態がいいっていう表現を、まあ僕はします。なんか感覚的に言うのは難しいんですけども、まあ今までやってきたトレーニングがハマって、ベースがしっかりグンとついたって感じですね。力がしっかりついたので、こう調子に左右されないぐらい、まあしっかりトレーニングが詰めてきたっていうような感じですね。なんで明日のコンディションですね、朝起きた時になんか体がちょっと重いなとか、なんかお腹がちょっと痛いなってなったとしても、全然ネガティブにならないぐらい状態がいいので、まあそうなったとしてもパフォーマンスの 100%、 今までやってきた練習の成果の 100% は出せる状態に今あるということですね。なんで明日朝起きて調子が悪いなっていう感じだとしても、前までやってきたとこをしっかりね、待たせるっていうのがね、今の僕の状態です。これプラス明日朝起きた時にウォーミングアップした時に調子が良ければ 120% 必ず出せるというところまで、まあ、持っていけるというところなので、まあ、明日はね、皆さんちょっと楽しみにしててほしいなと思います。で、実際じゃあ僕はね、まあ、どこまで状態が上がってきたのか、どうやってここまで仕上げてきたのかっていうところなんですけども、まあ、今回の対決が決まって、まあ、準備期間が1ヶ月間ありました。で、僕もターゲットタイムを最初に決めました。このレースに向けてここまで仕上げますっていうターゲットを決めた。これがタイムが 3000m 9分20秒まで仕上げるという話をしました。これなぜかっていうと、まあヨシキが直近で 3000m タイムトライアルやった時に9分20秒ぐらいで走っているんですよ。で、ヨシキはそこからさらに準備期間があるので最低でも9分20秒、そこからもうちょっと仕上げてくるってことが予想されたんです。つまりは僕自身も9分20秒まで走れる力をつけないと、まあスタート地点に立てない、まあそもそも勝負ができないっていう判断をしたので、最低でも 3000m 9分20秒走れるまで仕上げると。まあ実際レースで9分20秒を切るっていうよりかは、まあ9分20秒を切れるポテンシャルまで持っていくっていうことをね、まあ冒頭にね、ターゲットタイムで話をしました。で、実際にこの1ヶ月間トレーニングをして、今の状態で言うと、そこまで仕上がってます。まあ明日は勝負になるので、まあ9分20秒を切るか切らないか別の話なんですけども、もし明日が、まあ、記録会でタイムだけを狙う大会だったら、9分20秒まで走る、それを切れるぐらいまで状態は上がってるということなので、まあしっかり1ヶ月間ね、まあトレーニングを詰めたということになります。ただし、明日はタイムにこだわってないです。気温も相当高いということを予想されます。30度から35度で、風も相当強いみたいなんです。今予報を見るとこう風速5メーターぐらいまでね、強くなりそうなので、まあタイムは追うってよりかは、まあ明日のレース展開ですね、まあヨシキがどういう動きをするのか、まあ風の状況とか、まあ天候を見て、まあ判断しなきゃいけないので、タイムを追うっていうよりかは、まあヨシキに勝つことだけをね、考えたいので、まあタイムではなく勝負にね、まあ徹したいなというふうに思います。だけども、もともとね、目標にしていたターゲットタイムまでは仕上がっているっていうところなので、まあいいね、レースができるんじゃないかなというふうに思います。で、あとはですね、ヨシキの状態ですね、彼がどこまで仕上げてきたのかっていうところなんですけども、
彼もこの対決に向けて何本かねトレーニング動画を上げているんです。でそれを見る限り相当仕上がってるなっていうのが僕の感想ですね。でこの1ヶ月間彼と一緒にトレーニングを何回かしてるんです。2回ぐらいね一緒にやっているんですけども、かなりね動きも良いし、まあ、練習もこなしました。で特にね良かったのが、彼が苦手としているトレーニングさえこなせるようになってきてるんですね。まあ、つまりはこの1ヶ月間彼も真剣にこの対決に向き合ってくれたんだなというところですね。なので、ね、僕も本気だし彼も本気でここに照準を合わせてくるということなので、明日はね、まあ、僕たちの対決を楽しみにしている方多いと思いますし、まあ、その人たちに恥じないような対決がね、まあ、できそうなね感じがあると思います。まあ、レース本番ね何があるか分かんないしトラブルも起きる可能性もありますけども、まあ、この1ヶ月間準備期間としてはお互いねしっかりこの対決に向き合って、まあいい練習ができてきたのでね、楽しみにしてほしいなというふうに思います。まあ、あとはレース本番ですね。まあ今までやってきたこと、お互いがやってきたことを、まあどれだけ本番で出せるかというところだと思います。まあ彼も状態がめちゃくちゃいいし、本当にいいトレーニングをしてきています。で、僕自身もいいトレーニングをしてきたし、状態もいいので、まあそこに関してはイーブンですね。トレーニング内容に関して言うとほぼほぼ変わらないと思います。あとは本番でどれだけパフォーマンスを発揮できるか。まあよくね、ヨシキは本番に弱いとこう言われたりしていますけども、確かに本番に弱さもあるんですけども、一気に彼の場合はレース中に覚醒するパターンもあるんですよ。そうなった時にどうなるかがちょっと読めない。で僕は今までのレースの感じで言うと本番に結構強いタイプではあるんですけども、彼がレース中に覚醒した場合そこまで僕が追えるかどうか、ここがねまあ見どころなのかなというふうに思いますんで、まあ僕が勝つためにはまあレース中にいかに彼にこうプレッシャーを与えられるかってところだと思いますんで、まあタイムだけじゃなくレース展開もね、まあ、しっかり考えていきたいなというふうに思います。まあ何にせよですね、まあここまで来たら明日ね、まあ真剣にこう走るしかないということだと思います。まあ調子がいい悪いではなく状態がとにかくいいので、まあね、あのいい走りはできるんじゃないかなというふうに思いますんで、皆さんもね楽しみにしてほしいなというふうに思います。明日ですね、オダフィールド代々木公園陸上競技場で4時17分スタートになりますんで、まあできればね多くの方に応援来てもらいたいなというふうに思います。まあ僕を応援する方もいると思いますし、まあヨシキを応援する方もいると思います。まあどっちの応援のねファンの方にもね恥じないようなねまあレースができればいいかなというふうに思いますんで、僕もねまあ真剣に走りたいというふうに思います。まあ最後の意気込みとしては、まあ自信はあります。まあ負ける気はしないです。とにかく状態がいいので、相当いい走りができるし、タイムも追えると思います。なので、まあ楽しみにね、しててほしいなというふうに思いますんで、明日ですね、頑張りたいなというふうに思います。もしですね、この動画、ヨシキが見ていたら、相当ね、まあプレッシャーを与えられるんじゃないかなというふうに思います。僕は状態が相当いいので、負ける気もしないし、負けるわけにもいかないという思いでね、臨みたいなというふうに思います。オンライン授業版ランニングの学校、リアルイベントで開催されているランニングの学校のレッスン内容をお届け。毎月4本程度の動画をレッスンのポイントなどをまとめて配信。オンラインでランニングの基礎を学べます。詳しい内容は概要欄から。ランニングの学校